コロナ対策、政府の特別融資、また政策投資銀行の融資、みずほ、三菱、住友をはじめとする金融機関の融資、あらゆる政府系融資から金融機関の融資、すべてにわたって何十兆の金が出てるわ。国民に渡ってるのか、国会議員の秘書に渡ってるのか、国会議員の懐に入っとるのか。今国会議員の中ではいわゆるコロナバブルと言われる金が有り余って持って行き場がないぐらい金が回っとる。なんだってこれは。火事場泥棒じゃないか、税金泥棒じゃないか。この国難、国の最大の国難に乗じて私利私欲をむさぼろうという、まあもちろん自民党、公明党、立憲民主党、国民民主党、まあ共産党の一部、ごく一部がそれに走り回っている。まあ今問題になっているのはこの吉田、太田と公明党の、衆議院議員だ、吉田太田、その秘書が元遠山清彦、これも遠山清彦が銀座クラブで夜の遅うまでホステスをはべらして銭儲けのいわゆる密談をやっておるという、これがバレてこれはコメントをやめておるけれども、こういう腐れ切ったこの国会議員の倫理道徳観の下で国民のためにやってるんではなく私利私欲でやっておるという情けない姿、これはもう見るに耐えないほど、これ全部本来ならば逮捕懲役ですよ。まあ国が変われば北朝鮮持っていけば全部銃殺刑だよ。こんなものは吉田も太田も遠山も全て今の安倍に始まり菅に始まり、やってることは国家の利益、国民の利益、全くそれらには関係なく私利私欲だけで動いてる。そして無責任に金をばらまいてる、最後のツケは全部国民が背負うということを忘れてはいけない。すべてのツケは国民が払う、国会議員がばらまいた、その使った金の返済は最後は国民自らが負担するわけ。福島原発でかかったもの、そして代替エネルギーの太陽光風力発電にかかったコスト、全部電気代で国民が負担しているわけ。原発の被害総額も全部国民が払ってんです。だから政治家の不始末、政治家が始末をつけるんじゃないし、始末つけるのは国民がつけるわけです。だからこういう太田だとか吉田だとか遠山公明党、私は創価学会池田検証会総裁として今の公明党は創価学会としてはこれ以上させるわけにはいかない。創価学会もいよいよ自由投票と、公明党は一線を引いて公明党独自で
一般国民の支持を得てやってもらいたいと。創価学会もこれこそが日本将来のために国家国民の役に立つという人物を創価学会も選ぶ時代が来たと、創価学会の創価大学グループまた婦人グループすべて学会の新しい風を求めているわけですから、この自民党と連立を組んだ利権体質で私利私欲で金儲けに走ろうとするこういう公明党議員はもういらない。創価学会も新しい人事体制で池田時代と同じように国民の恒久の平和と安全を目指して、そのために政治活動を行う、そういう人物を公明党とは関係なく選んでいく、こういう時代をもう作らなければならないということだと思います。今私が池田大作をルノワード事件のいわゆる危機の中で救い上げた時に池田の代わりに頼みに来たのが藤井富美男、鈴木参議院議員、そして池田が私に何としてでも学会を助けてください、我々は絶対に二度と戦争はしたくありませんと、戦争のない日本を作るために頑張りますと、こういうことで私は大作を、池田大作の政治生命を救ってあげたわけ。その恩は池田大作そのものが、まあもう学会のすべてを浄土院さんにお任せしてもいいというぐらい私に池田検証会というものを作ってくれと言ったわけです。これは藤井富美男一番よく知ってた。だから私は公明党に対しても今まで学会が支えてきた以上公明党にももの言える立場だ。今の遠山吉田太田のような私利私欲で金儲けに全てをかけるような議員は我々創価学会としても応援したくない、これ以上応援する必要もないと思っております。どうぞ。そういうことで、今回はまあ公明党だけじゃありません、自民党の多くの人たちも火事場泥棒、私利私欲のためにこのコロナに関係する融資に中に入って 5%10% の斡旋料をみんな踏んだくっとって、毎晩高級クラブで豪遊しているのが国会議員です。次の衆議院選挙で本当に金まみれの利権国会議員をもう一回選ぶのか、それとも金と無縁のいわゆる正義に基づいて国家のため国民のために貢献できる人を選ぶのか、これは有権者の選択の時だと思います。正しい真面目な人物を選ぶように有権者の方々にお願いいたします。